なんか話によると日本に米軍の総司令部を作るとか。そう。で、別の国を使うよ、もちろん。うん、で、それ、今私たちです。どこで戦うんですか？台湾有事。岸田さんがこれ大失敗してますよ。日本は危ないんです。危ないですよね。こんにちは、カズです。こんにちは、マックスです。越境 3.0! はい、マックスさん、こんにちは。こんにちは。はい、皆さんご存知の、元アメリカ海軍情報局、そして軍事評論家、YouTube チャンネル軍事歴史がマックスわかるのマックス・モンシュラーさんです、うん。マックスさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。マックスさん、岸田政権がなんか非常にこの好戦的な方向に向かってるわけですけど、うん、なんか話によると、日本に米軍の総司令部を作るとか。そう。で、これが日本と韓国の軍を支配、というか日本の自衛隊ですね。うん、で、支配。で、プラス韓国軍の方で支配。それの総司令部を日本に作ると。そうです。米軍の総司令部ってこと、ね、米軍の総司令部、日本と韓国をコントロールする米軍の総司令部を日本に作る。そう。で、あともね、向かってるの方やっぱり中国向かってるんですね。で、結構フィリピンの方でさ、その戦争を作ろうかっていう、っていうかね、今アメリカも崩壊、だん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 弱くなってる、はっきり明らかですよ、うん、で、これからアメリカそういう状態の中でどこの戦争して私たち強いぞとか見せるために、うん、で別の国を使うよ、もちろん、うん、ね、でそれ今私たちです。だから彼らはアメリカはね、自分たちは戦いたくないけれども、なんか日本とか韓国をこの駒にして、そう、ロシアとか中国とかと戦わせて戦争を起こしてね、そう、で武器だけせっせとせっせと送るみたいな。そう。でもね、あとアメリカのニオコンとかこういうことを考えてる人たちは結構アメリカ空母を出す、例えば航空母艦、うん、で昔ね、おお怖い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 、うん、で今それでギブアップいる国が、まだアメリカがそういう力あると思ってるんですよ。あ、昔はね、空母を出しただけでみんなちょっと恐れおののいてたけど、そう、今違う、今違う。この間だってバブエルマンデム海峡のね、あのフーシと米軍のね、戦いで米軍の空母をやられちゃったもんね。逃げた、逃げたもんね。で、当たったか、ちょっとドローンが近くに来たか、これもまだ謎だけど、なんか修理するのに、なんか一旦あそこから撤退しなきゃならなかったって聞いたけど、空母はね、なんか不思議ね。で、しかも風刺とかでしょ、一発のロケット砲は100万円とかそんなもんでしょ、うん、そんなのなんか数発撃っただけでアメリカの空母がちょっと脆いんです、ね、はっきり脆いんですよ。脆い。だから実は軍事分かってる人たちが、アメリカの空母が例えば東京からグアムまでの線、これ南北線って作ると、うん、それより西進まない。うん、なんで？脆いから。中国が極超音速、音速ミサイル持ってるから。もう沈没。いくら、いくらですか、アイゼンハワーとか。相当金かかりますよ。1兆円ぐらいしなかったっけか。してますよ。今新しいのフォードクラスの方もね、うん、そうなってますよ。すごい、もうなんか要は高級大豪邸みたいなもんですよね。で5000人ぐらい乗ってます。一つの町ですよね。町ですよ。でマックさんは空母は乗ったことある？ない。あ、ない、ないね。あれすごいね、アメリカの空母も本当一つの街であって、まあニューヨークシティの港で博物館になってるの、第二次世界大戦の空母あるんですよ。でそれ一応それ入ったことあるけれど、うん、いやでもそれも大きいですよ、うん、で今もっと大きい。いやでもね、ちょっと話戻すと、その日本にね、まあおそらく東京だと思うんですけど、うん、米軍の総司令部を作るってことは、うん、これロシア、中国、北朝鮮に対しての、うん、結構強い威嚇行為に当たると思うんですけど、OK、そういう政策もそうですけど、実は軍事的に全然、うん、全然全然で、軍事的に方はロシアとか中国は全然強い。まあね、まあね。でも日本がそういうことをやってるっていう行動そのものがさ、ひどいです。ロシアとかがロシアの敵ですよね。で最近ロシアと中国はこれは初めてだという、軍機の方はアラスカまで飛んだんですよ、うん、で今までずっとロシアの軍機たまにもアラスカまで行ってるけど、アメリカもボルティック海、フィンランドからなんかそれもロシアの近く行ってるとかなんかね、うん、で爆撃機が中国とロシア軍が一緒にアラスカまで飛んだんですよ、うん、
だから軍事協力が今ね、アメリカの政策でロシアと中国が近くになってる。そうそうそう、距離縮めてますよね。ね、もともとロシアと中国って一枚岩ではないはずなんだけれども、それをなんか距離縮めてるのをアメリカが縮めてるからね。アメリカやってる。で、実はアメリカ中国を例えば戦争になるんだったらさ、うん、3週間4週間しかできない。うん、それはね、アメリカの軍力、砲弾も消えちゃう、うん、もう大切なミサイルのタイプの方がさ3日間ぐらいでも消えちゃう、うん、で作れないんですよ。あの新しく作る技術者もいないし、うん、今のペースだったらしかないから、今のペースもウクライナもあるでしょ、うん、あとね、今これからまだ中近東どうなるでしょう。ああ、イスラエルにも支援しないやで、これ3つのところで大もう問題作ってる、うん、1箇所でもできない、支持できない。いや、もう無理ですよ。だからそれをなんかウクライナと中東と東アジアとね、うん、3正面でアメリカは戦争を起こそうとしてるわけだから、うん、これはもうとんでもない話ですよ。とんでもないです。アメリカにとってもマイナスでしかないんじゃないですか。でもね、あと日本もね、あのこれからアメリカ兵が日本で増えるとかそういうことしてないみたい、うん、だから一応空軍とあの海軍しかないんですよ、うん、今の現在の。でも今のところ世界では米軍兵一番たくさん駐在してるのは日本だもんね。一番この間出した、うん、そうそう、あの地図でね。そうそうそう、うん、だから日本と韓国、日本と韓国ね、それが2つ合わせたらすごい人数になってるんだよね。うんね、うん、でもね、あの韓国の方もその前線でそれ一応止めてるけれど、うん、あのこれから日本とかだったらさ、まあどこで戦うんですか、台湾有事、それかフィリピンの問題、まあ、フィリピンと中国いつもどこかの島でそういうちょっと争いみたいあるけれど、うん、それ大きい戦争でする、いや戦争こそ理由なんてないんですけどね。ないんですよ。だからそれをもう戦争だ戦争だって、台湾有事は日本有事だって煽ってるのが、うんうん、まあ、ワシントンのプロパガンダの台米タイムズとかね、台米政治家とかね、うん、そういう人たちがもうアメリカの言いなりになってどんどん煽ってるわけですよね。でもね、アメリカは昔ね、40年前、私昔50年前聞いてて、うん、中国軍が全然進んでないとか、なんかね、うん、あのロシアがね、あの軍機がなんかあの一つの世代の方が遅れてるとかなんかあった、今逆です、全然進んでる、うん、ロシアの方が、うん、で、あの中国も絶対もいいものもあるし、うん、あのもうアメリカも商売ばっかり考えて軍が弱くなってます、うん、であと砲弾とかなんか長く戦争できないんですよ、うん、できない、在庫ない、ね、となったらもうなんかね、ウクライナ化ですよね、いわゆる、ね、でアメリカの考えでもし核戦争までになってなくても、あの空襲の方がフィリピンか、あのまあ台湾か、もしかしたら日本かもしれない、うん、もしかしたら読んさあの西日本の佐世保とかなんかね、うん、どっかで考えられる可能性ある。アメリカはだって他国で戦争をやりたいんだから。そうです、うん、そうです。でそこで武器が売れればね、もう儲かる、儲かるわけだから、儲かる、うん、ね、いやそんなに巻き添え食らったら困るわけですけど、うち日本の方が、あとやっぱり憲法9条で、僕憲法9条って結構反対だけど、うん、今回は助かる。なぜか、うん、やっぱりフィリピンの方に日本兵を派遣ことを今できないでしょ、今の憲法、うん、韓国軍もそういう命令を受けるかもしれない、うん、アメリカ司令部がフィリピンに行ってとか、なんかフィリピン守ってとか、うん、可能性ある、うん、でもね、あのアメリカはどっか探してる、どっかで戦争するとはぁ、勝ってました、私たち強いとか、そういう考えてるアメリカ人が多いんですよ、うん、色力も権力でもアメリカ人無駄ですよ。これが無茶の考え方です。だからなんか昔の、ね、条約で指揮権密約っていうのがあるんでしょ、うん、なんかアメリカがなんか日本をその指揮する権利を持ってるっていう、日本軍を、うん、自衛隊を指揮する権利を持ってるアメリカが ね、うん、それがまあ指揮権密約っていうのがあるんですけど、いやもうなんかそれに言いなりになって、もうベタベタくっついてくる、ねね、日本もね、もしかしたら9月まで選挙来ないと、うん、まあ、自民党の中で選挙あるでしょう、うん、皆さん覚えてください、岸田さんがこれ大失敗してますよ。 OK、 私も一応外国人だから日本の政治にコメントがあまり、でもね、これアメリカべったりすると日本が危ないです、うん、危ないですよ ね、 ね、うん、相当やばい方向に今向かってると思います、うん、先日のあの北海道でのね、日本と
まあ、NATO 加盟国の軍事演習、うん、それなんかもうかなりロシアがね、まあ、ロシアは冷静ですけどね、だいぶそれでもなんかやっぱり抗議をしてきましたから、うん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 、ちょっと日本は、まあ、敵国を今作ってる、世界中にたくさん敵を作ってるような状況なのが岸田政権だから、うん、ちょっとやばいなと思います ね、うんねうん、で、そんな中でね、うん、これ内戦で崩壊するアメリカ、うん、マックスさんの新刊です、うんこちらたびたび皆さんにご案内してますけど、もうかなりすごいことが書かれてますんで、ぜひこちら読んでいただいて、アメリカの現状を知っていただきたいと思います。本当にやばいです、うん、内戦に向かっています、確実に、うんねうん、でそして僕の先日発売されましたこちらの本、7月31日発売、10年後僕たち日本は生き残れるか、未来を開く13歳からの国際情勢ということで、こちら角川さんから発売されました、こちらもたくさんの方から、ありがたい、コメントをいただいております。まだお読みでない方はぜひこちら Amazon とかあるいはお近くの本屋さん、日本全国の紀伊国屋書店さんなんかでも力を入れて販売していただいておりますので、ぜひ紀伊国屋さんの方にも足を運んでください。こちらも概要欄のリンクの方に貼り付けておきます。はい、ということで、本日は元アメリカ海軍情報局そして軍事評論家のマックス・フォン・シュラーさんにお話しいただきました。マックスさん、ありがとうございました。ありがとうございました。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日の8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。